11月からスタートする2026年の北中米ワールドカップ W 杯アジア2次予選。日本代表も参加するこの予選だが、1次予選の第2戦が17日に行われた。日本はシリア代表、北朝鮮代表と同組になることがすでに決定。11月21日、火曜日、には開催地は未定だが、シリアとの対戦が決定している。 11月16日、木曜日の対戦相手は、ミャンマーかマカオに。ドイツ人指揮官のミヒャエル・ファイヒテンバイナー監督が指揮するミャンマーは、第1戦では5-1で勝利していた中、第2戦は0-0のゴールレスドロー。2戦合計5-1でミャンマーが勝ち上がり、日本の初戦の相手はミャンマーに決定した。その他、シンガポールやアフガニスタン、パキスタン、イエメン、チャイニーズ・タイペイ、 バングラデシュ、ネパール、香港、インドネシアが二次予選へと駒を進めた。2026年北中米 W 杯アジア一次予選第2戦、10月17日、火曜日マカオ0対0、アグ、1から5、ミャンマー、東ティモール0の3、アグ、0から7、チャイニーズタイペイ、バングラデシュ2月1日、アグ、3月2日、モルリブグアム0対1、アグ、1から3、 シンガポール、ラオス0対1、アグ、1から2、ネパール、パキスタン1対0、アグ、10、カンボジアブータン2対0、アグ、2月4日、香港、ブルネイダルサラーム0対6、アグ、0から12、インドネシア、モンゴル0の1、アグ、0から2、アフガニスタン、スリランカ1月1日、アグ、1月4日、イエメン、二次予選進出チーム、 2026北中米 W 杯アジア2次予選組み合わせグループ A カタールインドクウェートアフガニスタングループ B 日本シリア北朝鮮ミャンマーグループ C 韓国中国タイシンガポールグループ D オマーンキルギスマレーシアチャイニーズ台北グループ E イランウズベキスタントルクメニスタン香港グループ F イラクベトナムフィリピンインドネシアグループ G サウジアラビア、ヨルダン、タジキスタン、パキスタングループ H、UAE、バーレーン、イエメン、スリランカ、ネパールグループ I、オーストラリア、パレスチナ、レバノン、バングラデシュ。